了海曼ラの内ン合会、曼海マン曼ラ,ラの内大蔵曼洲小島寺は、奈良県高市郡高取町漢学寺にある高野山、新言宗の寺院。三号は小島山。本尊は、大日如来。海山は、自伝では、そう、法音と伝える。平安時代中期作の国宝、了海曼ラ図を伝えることで知られる。 清水の舞台で知られる京都東山の清水寺は、小島寺の僧、円鎮によって開かれたとされ、平安時代中期以降は、新言宗小島流の道場として栄えるなど、歴史的に重要な寺院である。なお、以前は山和七福神、四義山、長五尊師寺、大間寺中の坊、安倍文寺院、おふさ観音、丹山神社、 久米寺の一つであったが、現在は、経営上の理由から、大黒天の主因は小島寺から長谷寺に移管されている。奈良時代以前の創建を伝えるが、早々の時期や経緯については、複数の説がある。現在の小島寺は、近鉄坪坂山駅近くにあるが、各種資料に、小島山寺と見えるところからも、創建当時は、山間部に位置していたと思われる。 平安時代中期には一時衰退し、幸福寺の僧、信仰によって中高された。寺号は古くは小島寺、または小島、山寺、信仰による中高以降は、関学寺、近世には、千住院と称されたが、近代に入って、小島寺にまた称した。小島寺付近の地名を、高取町大技、関学寺というのは、旧事号に由来する。創建の事情について、 最もルフしている説は、現行尺書の吉野山法恩殿、本庁高僧殿の法恩殿などに見える説で、天平法事四年、後圏天皇の直眼により、双法恩が大和国高市軍の小島紳士のほとりに小島山寺を建てたとするものである。この小島紳士は現在、高取町か小島にある小島神社を指すものと思われる。創建年は、次元では天平商法四年ともいう。 一方、日本初期の皇玉天皇3年11月上には、祖外蔵が大胆保山に皇削り寺を建てたとの記事があり、この高削り寺の後ろ身が小島寺であるとする説がある。この説を取れば、小島寺の創建時期は一世紀以上遡ることになる。また、延暦総録長岡天皇菩薩殿には、延暦年間、官武天皇が、 南京丹江山に、小島、山寺を建立したとの記事もある。大丹保山は、現在の高取町入野屋に否定されるが、飛鳥香村入屋とする説もある。平安初期には、長谷寺と坪坂寺に次ぐ山和国の観音霊場として栄えた。京都、清水寺は、小島寺二世延鎮と、坂の上の田村マロにより小島寺の志望として、開かれた。 根尺物語等に取り上げられている清水寺改装伝承によれば、清水寺は小島寺の僧円鎮が霊夢を得て、音トの滝にたどり着き、千住観音を祀って改装したものである。諸資料に小島山寺と見えるところからも、創建当初の小島寺は山中に位置していたと思われる。小島寺の東南方の山中に観音院という寺があるが、この寺は三号王、 小島山と称し、創建演技についても、小島寺と同様の伝承を伝えるところから、関連の深い寺院と思われ、創建当時の小島寺はこの付近にあったとも考えられている。小島山、漢学寺演技によると、小島寺は平安時代中期頃には一時衰退していたが、栄冠元年、幸福寺の創新校が入寺して中校し、小島寺の寺院として山下に、 干学寺を建立し、新言宗小島流を始めたという。宝彰州を主として八州見学の寺であった小島寺は、この頃から新言州の道場として栄えるようになり、干学寺と称されるようになった。同演技によると、最盛期の小島寺は二十一のシーンが立ち並び、現在の高取町と飛鳥村にまたがる広大な境内地を持っていた。藤原の道長の日記。 未堂関白期によれば、観光4年には道長がこの寺に参詣している。室町時代には小島寺は戦乱に巻き込まれて衰退したが、高取藩主の本田氏によって再興された。近世以降は、幸福寺一条院の支配下に入り、藩主の本田氏及び、植村氏によって庇護された。次後は近世には小島山千住院と称されていた。現存する本堂は、 江戸時代末期の海江元年、坪坂寺から来た創建王によって建立されたものである。明治の廃物希釈以後、被護者を失って再び衰退し、一時無自由となったが、地元有志によって復興され、明治36年には千住院を改めて小島寺にまた称した。ありがとうございます。